く。うん、いいわ。どうやらあちらには戦に飢えた獣がいるようだ。やつを利用しない手はない。付き合いなさい。この兵たちに刹那の兵の格好をさせていますよ。こいつらと俺が一緒にいたらやつはどう思う。ずっと見つめていますよ。熱い思いを感じる。その調子です。復興します。この勢いに乗じます。所詮は急ごしらえの寄せ集めだ。同士打ちを誘うこともたやすかろう。生きるために。私もやめてください。くたばりやがれです。貴様ごとき、ひねり殺してくれ。敵を買って。今度そう見えた。悪くないよね。さすがは連合軍。すごい数が望まれてくる。士気のためにも私たちで撃退しないと。よく挑んできたわね。私と勝負してください。やられちゃったよ。誰を倒す。敵将を討ち取ったわ。なぜ刹那と四季の軍勢が一緒にいる。裏で通じていたというわけか。そうこなく敵は多い方が潰しがいがある。呂布は戦いに飢えている。そこをうまくついたというわけね。英雄に任せてばかりはいられない。私も戦わせてくる。お兄様が現れたのですね。倒せばこの戦いは終わるはず。呼ぶのが遅いですよ。タナキとセツナが動いた。一気に決着をつけましょう。その前にシキとも合流せねば。奴が倒れては本末転倒だ。天神竜止めてかかってこい。全て叩き潰してやる。やめて。なぜ私たちが戦わなければならないの。これがいい。あら、悪くないのね。なるほど、あなたは手だれであると認めます。お見事な一撃。勇者に挑まれてが、いい度胸してるぜ。ここに来たってことは、無限戦い続ける覚悟は決まったってこと。ああ、まだ世界を救う道は見えぬが、玉木や刹那を王にするわけにはいかない。二人を黄泉への供物にしてなるものか。呂布が刹那の勢力と戦っている。止めなくては。呂布を説得するつもり。そうはさせないわ。そもそも異存などがあるから面倒が起きたのか。いっそ枯らしてしまえばどうだ。この世界はもともとあまり豊かではない。泉の恵みなしで人々の暮らしは成り立たぬのだ。あら、悪くないのね。お前は何も話す。無限天神竜破人門。さない。なら力でねじ伏せるしかないよ。そいつは魔人の娘を敵に回すなんて。そんなに落ちたいの。お兄様、どうしていつも何も言ってくださらないの。泉がなければ川から水を引けば
土地が痩せていればそこで育つものを植えればいい。知恵とはそういうものだと思う。豊かな地に人握りしか無限天神竜破人の存在しないのだからな。知恵そういうことか。君を駒のように使い刹那たちを攻撃させる。四季配下には地に優れた者がいるようだな。そいつはこれからも手を打ってくるだろう。こちらが自由に戦えず苛立つような手を。準備はいい？気合をぶつけます。くだらん策で邪魔をされてもの。まずはそいつのいる勢力を叩き潰してやる。ここからが本番です。あら悪くないよね。かわいそうにね。熱い思いを感じる妹のあんな顔をされるなんて。綾音殿、三成殿、世話をかけた私に考える時間を与えてくれたこと感謝する。うん、感謝する。うん、そうか。いや、三成殿。ああ、頼む。泉なしの世界など考えたこともなかった。泉が枯れれば世界は滅びる。確かに泉に頼るしか術を持たねば滅びるだろうだ。だが英雄たちから知識を得た今なら私にできるのだろうか。父上、しきり我が息子よ。このまま泉が枯れたらどうなるんだ。飢えて死んじまうしかないのか。ああ、どうか頼む。世界を守ってくれ。お前たちは本当の兄弟みたいに接してくれた。俺はそれに救われたんだ。だからお前たちのためなら何でもできる。そして説明。お兄様はいつも玉木を守ってくださるんですね。玉木を救ってくれ。私がやらねばならぬのだ。私は泉ごと黄泉を滅ぼす。そして泉に頼らずともいい世界を作ってみせる。力を貸してくれるか。今さらそんなことを問われるとは。まあ、お坊ちゃまにしては悪くない思いつきなんじゃない？シキ。ああ。うん。そうか。その通りだ。いいえ。うん。なるほど。ああ。ふん。感謝する。行くぞ。玉木と刹那の連合を叩く。これで全て終わりにしよう。これだけの戦力差があれば勝てる。みんな行こう。四季を押し潰すんだ。ただ戦うなら容赦はしない。マリーも行こうっと。雪村水産。やはり刹那が先陣を切った。丁重に迎えてやるとしよう。付き合いなさい。
ついに最後の戦いね。立ちふさがる敵は倒すだけよ。その調子です。カマキリを見さらすわけにはいかない。彼女にはしばらく安全な場所にいてもらう。その調子です。熱い思いを感じる。カマキリは戦場に出てくる。大方あの本陣の先にでも隠れているのだろう。ならばカマキの仲間は動くまい。しばらくは刹那に専念できる。雪村、水産、敵は大軍、我らを包囲する形をとっています。四季様、勝ち目はあるのでしょうか。案ずるな。拠点の守りに徹せよ。奴らの性格を利用し劣勢を覆してみせる。邪妖じゃない敵か。なんだか入れにくいな。私の名はマリーローズ、よろしくお願いします。仲間にも動いてもらわねば。奴らの守る拠点を攻めよう。前線の拠点が危ない。誰か任せとけ。ひとっ走りして守ってきてやるぜ。ここまでは狙い通りだが、あの帽子の男は放っておけぬか。最終決戦の間、精鋭分隊の力、ここに示そう。なるほど、あなたは手だれであると認めます。ようやく決着がつくな。この最後の一戦、勝たねば意味がない。呼ぶのが遅いですね。消えて、あなたの呼ぶなら。悪くないのね。あなたはなぜそこまで戦うの？勝負と行くかい。無限定神竜破人門、悪くないのね。望まれてから。私を誰だと思っているの？無双の忍びよ。お見事な戦ぶり。あら、悪くないわね。気合をぶつけます。四季の軍勢が動いた。今だ。ずっと見つめていますよ。刹那が総攻撃を始めた。感じる。みんな、どうすればいいの？頼む。その調子です。復興します。手を打っていないと。この勢いに乗じます。
敵を買って、私が本陣にいると敵に思わせてほしい。敵を倒さなくて寂しそうに。玉木勢力の本陣を奇襲しよう。ここからが本番です。わかりました。敵を買って、英雄様、意識様の援護をお願いします。解除する邪魔よ。神竜破陣の あなたの指なの。あら、悪くないわね。頑張ってくれてはいるが、私が本陣にいないことはすぐに指令を。急がねば。あら、悪くないのね。勇者に挑もうってか。いい度胸してるぜ。思い通りにいかない。このままだと考えたくないことに。見事だ。その力を心から頼もしく思う。あら、悪くないわね。味方の者の負、桜花が相手だ。私を誰だと思っているの。無双の忍びよ。ほう、俺の前に立つか。出番ですね。いい度胸。今だ、敵陣に火を放て。付き合いなさい。支援します。その調子です。私を守っていただきありがとうございました。英雄様方のお気持ち、ここからがまずい思いを感じる。かっけえか。やりますね。相変わらずは弾に回るな。待っててくれ。絶対に俺が助けてやる。いや、私も入れてください。やりますね。タマキ、どうすればいいの。大戦果を認めますよ。倒さなくても私を恨め。くたばりやがる。それでお前たちが救えるなら、今こそ好機、反撃に転じる。あら、悪くないわね。ブバタルキ、ご苦労。してもらおう。我が闘志まだ消えてはいない。いずれまた勝負だ。そんな弱さでよく挑んできたわね。俺にも予測できない事態があるのか。あら、悪くないのね。無限天神竜破陣の望まれたか。
私は泉をからす。邪魔をするな、刹那。気が確かか。泉がなければこの世界は理解できぬのならそれでいい。泥をかぶるのは私一人で十分だ。気の利くやつだ。礼は言わせてもらう。やめろ、世界を滅ぼさないでくれ。滅ぼしたりなどしない。私はお前たちを、世界を必ず守る。あなたが呼ぶのは指揮。これでもう戦う必要はない。あとは儀式を成功させるだけだ。英雄たちよ、力を貸してくれたこと感謝する。清らなる泉よ、我らが命の源よ、汝が全ての力元、異界への道を開きたまえ。英雄たちをあるべき場所へ返すために。泉の力を使い果たした。これからは私自身の手で道を切り開いてみせよう。